はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。本日は、クリプトの現状というところでやっていきたいと思います。まあ、全然需要はないと思うんですけど、一応ね、ホコリがかぶんないように定期的にメンテナンスしなきゃいけないというので、まあやってきますか。何ヶ月経ったかな。あ、見ればわかるんだ。3月23日に買ってきてるんで、今7月なんで、まあ、4ヶ月ですかね。4ヶ月経った状況ということで、まずザイディアナですね。ザイディアナ、まあ、全部ねナチュラで買ったやつなんでね。まあ、ここ結構あの太陽光も当たるし、隣のこのライトも当たるんで、状況は悪くないとは思うんですけど、まあ、あのダイソーのね、タッパーに入れるだけなんで、まあ、環境がいいかと言われると謎なんですけど、よし。よっ。うん。どうですかね、これ。ザイディアナ。こんな感じですね。いいんじゃないですか、結構。あ、根っこもよく張ってるわ。根っこもよく張ってますね、なんか。見えないか。まあ、これちょっとなかなか、根っこもよく張ってて、いい感じですね。小株も出てきてますね。うん。いいんじゃないですか、なんか。悪くないっす。まあ、枯れてるか枯れてないかを確認するぐらいの感じなんで、ザイディアナと。まあ、なんか漬物みたいな感じで、でもまあ、ぬか床だったらまあ、はっきり言ってね、2日に1回ぐらい混ぜなきゃいけないんですけど、そんなこともしてないんで、管理としては漬物以下ですよね、はっきり言って。ただまあ、まあ、クリプトなんでそんなもんじゃ、あんまいじってもね、うまくもいかないんで、まあ、しょうがないでしょう。よいしょっと。で、次はまあ、エリプチカはそんなね、気にする品種でもないんで。まあ、一回ね、エリプチカはもう、なんていうかな、一回増えて、調子乗っていろいろやって遊んでたら消えるみたいな。まあ、やっぱそういう感じなんでね。まあ、今回は消えないようにということで。こんな感じですね。どうですか、これ。こんな感じで、エリプチカですね。まあ、これもね、一株、ちょっと小株が増えてきたかなっていう感じではあるんですけど、それ以上にの変化は、まあ、あんまないっすね。そりゃね、ないだろうっていう。まあ、でもよく育ってますよ。矮小化することもなく。ちょっとね、その、サイズですか、容器のサイズがでかいかなとも思ったんですけど、まあ今のところそういった弊害もなくうまくやってるかなと。で、次はアウリクラーですね。まあアウリはね、ちょっと今回は本当にリベンジなんで、まあ一応今のところはまあこんな感じでうまくいってるかな。うん、葉っぱも新芽もいい感じで、まあもっとね、そのアウリも物によっちゃそのトラ柄だったりしたりもするんですけど、まああの別にちょっと私としてはアウリーをまあリベンジっていうか、一回も枯らしちゃったんでね、うん、それをちょっと取り返したいっていうことでやってるんで、よっ。なかなかいい感じですね。お、根っこが微妙な感じだな、なんかアウリは。エリプチカどうなんだ、根っこは。あー、エリプチカはいい感じですね。やっぱでもザイディアナと全然違いますね、根の感じが。ザイディアナはもっと太いけど、エリプチカは薄いわ。で、最後がフェルギニアですね。バウっすね、バウ。ねえ、みんなバウとか行かねえけどな、みたいな。行かないし行けないし、植物それね、誰も行かないですけどね。よ、お、いい感じだね、フェルギニア。まあちょっとなんか生水苔が生えてきちゃってる感じですけど、なかなかね。おお、根がすごいわ。ねえ、すごいな。いいね、フェルギニア。
いい感じで。よし。まあ、とりあえず枯れてなければいいんで、クリプトに関しては。枯れないことが最も重要ですよ、クリプトに関しては。枯れなかったり、その、枯れないことがやっぱ重要っすね。よし。という感じでね、まあ単に箱を拭いただけなんですけどね。ということで、豊内商店でした。チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。